どうも、ルジクニでございます。今回はこちらのイストワール、こちらの作品をプレイしていきたいと思います。こちらの作品はネフェシエルに強く影響を受けて、姉妹作なんて呼ばれ方もしているみたいですけれども、こちらのゲーム、いや非常に楽しみですね。前回無事ね、ネフェシエルをクリアいたしましたので、今回はこちらのイストワールも楽しんでやっていきたいと思っております。ということで早速、始めからでいいのかな?イストワールの世界へようこそ。そしてあなたの帰還に感謝します。帰還?どういうことだ?これから主人公の初期設定を行う。あなたの、誕生月?じゃあ、3月30日。これ3月30日って私が YouTube デビューした日でございますね。はい。今後、誕生日はこれで歌っていこうかなと思っております。生まれ変わるとしたら、猫、ツバメ、クジラ。選択肢、え?普通なんか猫、犬、鳥とかじゃないの?しかも、ツバメとクジラ、え?どういうこと?選択肢の幅の広さどういうこと?じゃあクジラで、男はでっかく、海原へと、そういう感じで。難易度とかあんの?ゲーム初心者向けモード、中級者以上モード。それぞれの違いを考察。初心者向けでは雑魚敵の強さが本来よりも1段階弱く設定されます。しかしこれは経験値を稼ぎにくいという弊害もあります。求道者技能などを活用してください。わからん。また冒険の始まりに技能習得に必要な大結晶石が中級以上では2個のところを5個も手に入ってしまいます。ああ。そしてダンジョンの中の凶悪な罠にかかってもダメージは受けますが死ぬことはありません。中級者以上モードだと死ぬってことか。宝箱の罠に関しては適用されません。死にます。他に特殊なボス戦における強化も回避されるし、全滅しても一度だけ蘇ることができるなどの特典があります。なるほど。中級者モード以上が本来このゲームに想定された難易度。もしかしたら初心者モードで起こらない秘密のイベントがあるかもしれません。できれば中級者以上のモードでプレイされることをお勧めします。じゃあ中級者モード以上で。このゲームのコンセプトって何?想定クリア時間1時間から30時間。幅広いな。このゲームはダンジョン探索をメインにした反フリーシナリオの RPG です。自由度はかなり高く設定されており、何をするかは大体において2つ以上の方法が存在します。自分の好きな歩き方で世界を踏破してみてください。なお本作では時間がカウントされていきますが、ストーリーは時間が進むことを前提に作られておりますので、初めての方でも全く急ぐ必要はありません。ご安心ください。最後に、ラスボスに勝てなくても泣かないでください。きっと方法があるはずです。めっちゃ強いってこと?難易度。じゃあ中級者以上モードでやらせていただこうか。はい。オープニング見よう。私がいる。と彼は言った。彼が初めて発した言葉は、彼を表す力となった。これは私だ。と彼は言った。しかし彼は一人だった。彼は泥の海へと手を伸ばし、一握りをすくい取った。これを私の妻としよう。彼はその剣で泥を立ち、一人の女性を作り上げた。あん?かわいい絵やな。少女。お?今下猫が横切ったが。看守様のご招待状をお受け取りくださった方でしょうか。選択肢だと?縦に振る、横に振る。なんか、じゃあ、縦に振っとくか。知らんけど。全然身に覚えないけど、招待状受け取ってるのかもしれん。ちょっと待って。一旦失礼。はい。縦に振る。まあそうでございましたが、失礼しました。遠いところをわざわざお越しいただきありがとうございます。さあどうぞお上がりになっておくつろぎください。まあ他の皆様もお揃いでございます。招待状を拝見できますか?持ってたかな、招待状。ここは沈黙が正解なのでは。沈黙。あれ、落としになられ、猫を落としたやつちゃうの?いいの?合ってんの?あの猫は何者なんだ?お名前が書かれていません。お名前は?選択式。なるほど。
じゃあ、ルジクニで行くか。デフォルト名があるならデフォルト名でもいいかなと思ったけど。ルジクニでお願いします。はい。ちょうど今問題の事件について話し合いが始まったところです。どうぞこちらへ。問題の話し合い？ん？ロウリュウ。世界の崩壊は北の果てより進み、今や情報の中核図書院にまで迫っておる。もはや一刻の猶予もない状態である。早急に事態を打開せねばならない。だが監守がおらぬ。未定義空間の跳躍もできぬ。となれば我々にも手の打ちようがないではないか。どういうこと？中立地点であるこの館に投射した時点で、私たちの力もかなりの部分が制約されてしまいました。どういうこと？力が制約されてしまいました。ん？しかし、何か手があるはずだ。私たちはそのために召喚されたのだから。とにかく監守が行方知れずと分かった以上、この館を出なければ行動のしようがなかろうと。災いの根源を断つためには外に出なければならぬ。しかしその災いのによって、そもそも外に出ることさえ叶わんというわけだ。みんな何か良い知恵はないものか？メガネをかけた女性。ちょっと、すいません。裏でウイルスバスターが動いておりまして、一旦閉じていきます。はい、失礼いたしました。メガネをかけた女性。何かの師匠さん。混濁した未定義空間の連結を行うことができるアーティファクトがあると聞いたことがあるのですが、確か調和の像とかそんな名前だったと思います。魔王大戦の時にいくつか作られて使用されたと聞いていますが、もしそれがあれば、館内の得意点と他の空間をつなぐことができるのではないでしょうか。難しい言葉がさ、難しい言葉がいっぱい出てくるんだが、その説明は後々してくれるんだろうか。調和の像、どこかで聞いたことがあるような。もしかしたら同調の像かもしれません。そういう名前のものがコレクションルームにありました。ありましたとは？この前、畑をかけていたら、まさか。ごめんなさい、ごめんなさい。床に落として壊してしまいました。ごめんなさい、ごめんなさい。ドジっ子かな？装服の男、直せないのでしょうか。一晩かけて直そうとしたのですが、監守様に見つかってしまって燃えないゴミに。それはもう無理ね。あれ、でも、そうだ。確か、まだ他にもあるからいいと。まだある、そう言ったのだな。確かに。時間が惜しい、館内を手分けして、その同調の像を探そう。すみませんが、ルジクニ様は中庭を探してください。中庭はそのテラスを出たすぐ先。ああ、なるほど。あら、あなたは？気のせいか。何？思わせぶりなこと言って。中庭って、あ、他のとこに行けない感じか？外、上に行けと。お？ああ、記念碑。二人の職人の名前が書いてある。後々重要になったりするんかな。突然に招待状を受け取って驚いたが、まさかこんなことになっていようとは。あの場にいた者たちはみんな伝説に名を連ねぬような英雄たちばかり。私は存じ上げぬが、気候もそのような体制とお見受けする。私のような者がこの場にいていいのだろうか。英雄ね。へえ、帰れるけど。光ってる。前後2方に顔のある女神が盛られた彫像。取り出す。一瞬まばゆい輝きを放って手の中に収まった。同調の像の効果対象者として登録されてしまった。どういうこと？手に入れたらしいが。手に入れたらしいがどういうことだろうか？ん？現在のところ我々の手の内には同調の像は一つしかない。そして起動した同調の像の効果を受けられるのは最初に登録した一人だけだ。そうなんだ。ルジクニを対象者として登録がすでに完了してしまったことは毅然たる事実である。追い落とされた竜風勢が場を仕切るのもここまでとしよう。追い落とされた竜ね。これ以後の探索の指揮は登録者であるルジクニに取ってもらおうと思う。みんなに異論はあるかな？君の意見は？張ってんな？張ってんな？ポカーンとしてみようか。何のことだろうなーみたいな。そもそも我々には今回の世界崩壊の原因がつかめていない。具体的な対策をつかむためにまず北の果ての図書院へ向かうのが最善だろう。あそこには図書院長がいる。あやつならおそらくすでに打開策を見つけているはずだ。この状況で無事なら良いのだが、同調の像を持っていてもすんなりと目的地への扉が開くわけではない。
いくつかの不連続空間を回り道しながら行くことになるだろう。詳しい情報は自分の足で手に入れるしかないな。頼むぞ、この世界の崩壊が食い止められるか否かはお主にかかっておる。まずお部屋の方に案内します。館内にてよく準備を整えてからご出発ください。はあ。ここに置かれた椅子の数は7。用意されていた客間の数からも、看守が呼んだのはおそらく7人。呼ばれていないものが紛れ込んでいる。なんと？それ圧死のことかもしれません。それ圧死のことかもしれませんな。お？あ、ニャーニャーだ。猫、ニャーニャーって名前だったの？ニャーニャーは看守様が飼われている猫です。長い名前があるらしいですが、ニャーニャー鳴くから私はニャーニャーって呼んで、安直だな、おい。前に看守様に、ではウサギを飼ったら何て呼ぶのかって尋ねられたんですけど、私はとても困ってしまいましたっけ。藤国さんはもし私がペットにウサギを飼ったとしたら何て呼んだらいいと思いますか？ぴょんぴょん、ジョナサン、ボンゴレ。じゃあ、ぴょんぴょんで。うわ、安直。君に言われたくないよ。どうなのそれ、ニャーニャー言うとる君に言われたくないよ。かわいそうな人を見る目で見られた。ここは看守様の寝室、いいの使って。看守様はお出かけになられているので、お休みの際にはこの部屋をお使いください。ベッドが2つあるけど、看守様っての2人いるのかね、それともこの女の子のベッドが。それからお渡ししておくものがあります。大結晶石は先ほど物置の奥で見つけたものです。2個も見つかりました。探せばあるものですね。冒険に必要になるかと思いますのでお渡ししておきます。あん？この光は、まさかあなたは。こちらへ。何？ここは看守様の書斎でございます。確かここにありました。その奇妙な扉は何かって、別の空間へと通じているゲート。ここは確か船乗りの墓場に繋がっていたはず。序盤にお世話になるダンジョンですね。ちなみにその落ちそうなメモ用紙ではセーブができる。あは、セーブポイントか。ダンジョンの中でのセーブはもちろん据え付けてある各端末をお使いください。据え付けてある各端末とは？そんなことよりいいですか？あなたは今何も技能がありません。それにこれは私の勘ですが、あなたはレベルアップしても技能を覚えることはないでしょう。しかしご安心ください。ここに大結晶石があります。大結晶石は強力な力の結晶体です。私も詳しい言われ合いはわかりませんが、何者かの力が込められていることは確かです。大結晶石は先ほどの同調の像のエネルギー源にもなっていますし、その他粉々に砕けた小さな欠片は通貨としても流通している。特にまだ大きなまま残っている大結晶石は大変貴重で、その力も中に封じられたままです。あなたは大結晶石の力を解放することで技能を習得することができる。これはあなただけの能力でしょう。他の方々では同じようにはいきません。他の方は体を動かす、かっこレベルアップすることで、招待状による強制召喚の後遺症から復帰するしかありません。はーん、そういう設定なのか。仲間になって英雄なのに酔わないかみたいなのは、そういうところで回収してるわけね。なるほど。なぜあなただけが大結晶石の力に触れることができるのか私にもわかりません。ですが各地にまだ残っている大結晶を集めていけば、その謎も解けるかもしれません。私はこの書斎にて看守様の資料をもとに、ルジクニ様の技能習得のサポートをさせていただきます。技能を身につけたいときはいつでもいらっしゃってください。それから簡単な道具ならここでも扱ってます。ぜひ利用してください。なぜ私から道具を受け取るのにお金を取られるのかって？詳しい話は地下のコレクションルームでご説明いたしますので、後でいらしてください。はぁ、あ。館内で確認されているゲートはここにあるものと、葬儀屋様がいらっしゃる客間にも一つ。食料庫の地下にもある。はじめは図書品を目指すでしたっけ？図書院は北の最果てと聞きますが、詳しい道のりは私には分かりません。皆様にお聞きになるのが一番でしょう。この館の東棟地下1階には書庫もあります。何か言うべきな情報があるかもしれません。世界は崩壊の危機に瀕しております。その時は刻一刻と迫っております。時は容赦なくカウントされています。戦闘中やメニュー画面時は時間が止まっているらしいですが、これは内緒ですが、時間切れでゲームオーバーになることはありません。ですが世界崩壊とともになって、冒険のサポートをする端末に重大な支障が出始めます。その他に嫌なこともあります。余裕はかなり多めにとってあるので、あまりせっかちになる必要はありませんし、挽回の方法はあります。のんびりとお楽しみください。以上、内緒話でした。なるほど。まあ、とりあえずのんびりやればいいのかな。そんなに気にせず。フィールド画面は会話中のまま放置しておくなんてことはやめてくださいね。なるほど。
どうかこの広い世界の中から答えを見つけ出し、物語の完結を目指してください。あなたの育成に可の祝福があらんこと。オン。オン。これセーブ。とりあえずセーブしよっか。アイテムの解除。解除。解除する。薬草。お金がない。結晶がない。解除とは売却。技能習得。お？お？お？はじめはポータルがおすすめ。ダンジョンからの脱出手段がないと後は大変ですよ。つまりポータルがないと脱出できないってこと？端末漂白術まで貯める方もいらっしゃいますね。確かにいつかはテレポートが欲しいですが。これは重要な情報ですが、少なくともあと2つは同調の像が手に入るという予感がするのです。ですからあらかじめ誰を仲間にするか決めておいて必要のない技能は取らないのが賢いですね。説明。死の匂い。宝箱に関する情報を取得する。そこにある罠の種類とミミックの存在を書き取ることができる。他に葬儀屋が習得する。罠の解除方法を見つけるまではこれで判別して危険度が低い宝罠宝箱のみ開けましょう。なるほどね。ちなみにポータルの説明は、各端末へにて館への一時的な帰還ゲートを作る。こうして作成された扉は館側から再びくぐられるか、または別の場所で新たに作成されるまでは消えない。最も基本的な帰還手段でしょう。他の主人公の他に習得できるものはいません。好意のものに端末掌握術があります。端末掌握、これ4個で覚えられるんだね。主人公がテレポートを習得する。テレポートはあらかじめ登録しておいた複数の端末にいつでも移動できる技能である。ポータルの上級技能。多少 MP を消費しますが、どんな場所からでも普通複数の端末に瞬間移動することができる。これいいね。30レベルでセラフィーが、35レベルでシエラがこの技能を習得する。ですがこの下の点1点を増やす技能は主人公がこれを習得していないと習得できない。テレポートはとても便利な技能なので、いつかは手に入れたいものです。あーん、ポータル取らずに端末掌握術まで一気に行くっていうのはいいのかな。あ、ここに同調の像起動ってあるけど、これは同調の像は大結晶石をエネルギー源として登録されたものがゲートをくぐる際に目標座標の固定作業を補助する。登録されたものの変更方法は現在のところ確認されていない。この作業を行うと同行者の決定画面に移る。要するにまだ起動していない同調の像を起動する。はははは、はここで仲間を1個選ぶっていうことなのかな。あ、これ仲間を増やすにも大結晶石が必要なの。あー、なるほどね。うわー、いっぱいあるいっぱいある。これおいおいだな。ポータル取った方がいいのか、2個ぐらいならすぐ手に入るから、これ端末掌握術行った方がいいのか、ちょっとそう判断しかねるところではあるが、これ上は？オン？オン？オン？薬草2個手に入れた。唐突に薬草手に入れたが、ここは何？扉の鍵を開けた。オン？グーバーリフ様。オン？はーはー、自分の部屋か。この、ここは、あ、こう出んのね。なるほど。これは？え？お？船乗りの子。まあ、待て。なになになに？各種設定。自動回復メッセージ、有無。なにこれ？戦闘中に毎ターンの自動回復効果を消すことができる。あ、消さなくていい。もう一個は？装備欄の間仕切り。装備欄に種類別の間仕切りを入れられます。あ、入れた方がいいんじゃない？間仕切りは装備できますが悪用でしょ？え？間仕切り？あ？入れたけど。装備するととんでもねえことになる。悪用しないでくださいねって言ってたけど。なんか悪いことできんのかな？とりあえず間仕切り入れてもらったけど。わかりません。じゃあ、とりあえず他のとこ探索してみようか。左。物置。おん。なんかないか。なんかないか。お、ローブを手に入れただって。ローブね。27。上がる。さて。使用人寝室。これはあの女の子のベッドだ。ここで寝たら犯罪だ。
鍵がかかってる。こじ開けられそうだ。え、こじ開けますか。いやいや、どうなんだこれ。こじ開けていいのかわからん。この世界設定がわからん。こじ開けたことによって何かバッドな出来事が起きる可能性あるんじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。だが、やった。意外といろいろ落っこってんな。だが、てか間仕切り邪魔だな。出直してこーい。調理技能なし、出直してこーい。調理技能があればなんかできるってことなのかな。重い鉄格子が床にはまっている。怪力みたいな力手に入れたら開けられるのかな。わからんけど。お、薬草手に入れた。意外とある。意外とアイテムがある。夢の凍える地、ソルグランド。話題にあげますか？話題にあげますか？はてな、今は気にしないでおこう。あ、隠し扉かな？右側なんか怪しげな宝箱あるけど。ふむ？右は、これは？これも宝か。ビターハニーを手に入れた。やった。買い替えアイテムだった。あ、ここに繋がるのか。なるほど。あなたは？わしの名前はグバーリフ。覚えておくがいい。お主そんななりで本当に戦えるのか。まあよかろう。この時代を収拾できるのはもはや我々のみだ。お互い最善を尽くそう。手伝ってくれてもええのよ。ここは同調の像があった場所だが、他ビタハニーやった。アイテムあるじゃん。探しておくもの。コテミトン。うん、上がる。鍋つかみ。熱くないぞ。熱いもんか。あちち。他なんかないかな。ここにだけ柱がないのがあるじゃん、やっぱり。ここにだけ柱がないの気になったよね、これ。しかし、何のフラグも、フラグっていうか、何もないんだな、これ。え？取れないの？お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 ？右側からじゃいけない系か、これ。隠しがいきなり館にもあんのかよ。何？いいもの。この宝箱を開けるためには220以上の攻撃力が必要。見つけたけどどうにもならんやつだったわ。いやー、あれか。ネフェシエルとやっぱり同系統だけあって隠しがいっぱいあるんだな、これ。センスオブワンダー欲しいぞ、センスオブワンダー。ピローンって鳴ってくれんと見つからんよ、あれ。こんにちは、出す。私はハイダス、出す。生まれながらの商人、生まれながらの人間の味方を出す。世界の危機は商売の敵出す。今度どんなところでも協力してさせてもらう出す。お近づきの印出す。薬草。ビタハニー。トランキライザー。晴天の工場。あちこちにいる出す。購入する出す。何も買えない出す。晴天の工場。全員の盲目を直す。へぇ。仰々しい名前だけど。直すのは沈黙か。盲目か。ちょっと左側から、まあ、いっか、右側ちょっと行くか、じゃあ。右側行って、お。紹介がまだだったのね。私の名前はジャネット。アルテナっていうマイナーな神のところにいたの。神に連なるものですか。神殿はいいところだった。あなたも気が向いたら寄ってみたら、少し驚くかもしれないけど。そういえば、アレックがレサの方で同調の像を見たとか言ってた。詳しく聞いてみれば、アレックがレサの方で、アレックがレサの方での、ちょっと意味がわからん。人名、両方人名場所？アレクは、あ、人名だろうけど。ギャラリー。ほん。人がおるな。ほん。黙っている。用がないなら帰ってくれ。なんや。名前を聞く。レスター。扉の氷？俺に聞くな。そっけない人やな。トイレ、ただいま故障中。立て付けが悪いのがどうやっても開かない。とりあえず上。屋根裏部屋はセラフィーが使っています。屋根裏部屋。ジャス、セラフィーです。二日ものですがよろしくお願いします。名前を思い出そうとしているらしい。ルジグニさん。セラフィーです。二日ものですがよろしくお願いします。二回目だぞ。このセリフさっきも言いましたね。私、本当に二日だ。私、本当に二日だなんて言う人を初めて見たけど。よろしくお願いします。よろしく。炎の魔法はシエラさんが使えるのでは？炎の魔法？何の話してんの？あ、扉の話？もしかしてこれ。樹海の野草局。千年樹海の中には剣士と呼ばれる巨木がある。
彼らは言葉を話し、物を考える意志のある樹木である。邪悪に染まってしまい、異邦人をほどごとく攻撃するトレントたちとは違い、彼らは旅人を歓迎してくれる心優しき者たちである。もし出会うことがあれば、その声に耳を傾けてみてほしい。うん、難しめな本、難しめな本。本の中に何がある？これは鍋の蓋。いや、本の隙間には鍋の蓋入らんと思うが、ミトンの方が強いし、本の隙間には鍋の蓋は入らんと思うのだが、そこんとこいかがじゃろうか。めっちゃ薄いってこと？ミトンにも劣る防御力だから、そうなんだろうな。葬儀屋、こんちゃす。はじめまして、私は葬儀屋を営んでいる者です。あなたの葬式も格安でお受けいたしますが、冗談ですよ。なんだか大変なことになっていますが、私はやるべきことをやるのみです。世界が変わってしまうとやるべきこともできませんからね。協力は惜しみませんよ。世界を救う、なんだか夢みたいな話ですが、みんな英雄だって言ってたよ。ありがたい晴天とカバンに書いてある。中を開いてみますか。おい、誰にでも簡単なユーモアジョーク集、これでもあなたも人気者。中身は違う本だった。おい、何見てんだお前。炎の魔法を習得してみるってのはどうですか。大結晶が3つもたまりませんか。地下の扉を開けるには炎魔法ってことなのかな。ここは、え、お、砂漠の町レサ、あ、ん、レサ、さっき言ってたな。レサの方で同調の像を見つけた。こっちか。この先で同調の像があるかもしれない。まあ、変ねっていう、そういう話。鍵かかってる。ジャネット、アレク、私の名前はアレクサンダー、アレクと呼んでくれ。今では砂に埋もれてしまった町レサで育った。私の力が必要ならばいつでも呼んでくれ。同調の像を手に入れてからだが、見つけたらしいだけど、凍りついた扉を開ける方法か。かつて砂漠の町レサには爆炎玉という火薬を使った毒があった。あの破壊力と根津ならば何とかできるかもしれない。そう、堅牢な聖の証への突入口を開けたのはあの武器があったからなのだ。どういうこと。おそらく道具屋の倉庫にまだ残っているはず。へえ、なるほどね。飾り物のようだ、飾り物のようだ。ん、アレクは固有技を、アレクの武器は武器の固有技を引き出すことができる。固有技を持つ武器を装備した後に一旦メニュー画面を抜けないと特殊技能欄に追加されません。固有技ありと説明に書いてないものでも時々固有技があるものがありますから注意してください。へえ。クロスアーマー、クロースアーマー、下がるんかーい。要するに普段着、動きやすいけど薄い。綺麗な花が咲いてる、きちんと手入れされてるようだ。あー、なるほど。右側に、あー、右側鍵がかってる先に扉があるな。なるほど。あ、で、ここ、こうか。んで、下に降りて、もう一段階下に降りたら、あ、なんだ？左の穴には近づいてはいけませんよ。落ちると二度と戻ってこられません。絶対にダメですよ。旅先でカルナの鍵が手に入ったら、右の扉を開けに来てください。カルナの、話題にカルナをあげますか。押すな、押すなやろ。話題にあげます。鍵がかかって、カルナが。押すな、押すなやろ。なんだこれ。あ、セーブ。これもセーブ。これが情報端末という、回復って何？回復ね。情報を引き出す。特に情報ないよ。セーブしたよね、今。落ちてみるか、じゃあ。ええー、男は度胸。何やってるんですか？ここに近づいてはいけません。監視様にもきつく言われてるんですから。二度とこんなことしないでくださいよ。あ、よそ見してる。巨大な縦穴が開いてる。とても伺い知れない遥か闇の中から、この世のものとは思えないおぞましい気配が漂ってくる。光も音も生命も入ったら二度と出てこられないような深い闇だ。あ、あまりにも高いところから落ちたため大きなダメージを受けた。なんだなんだ、バンデモニウムみたいな、そんな文字が見えた。あー、なんだなんだ、あ、ジェンドサイドクラブ、名前がやべえ、逃げられん。おらー、うわあ、うわあ、ストーリーオーバーだって。分かってたことではあるけど。分かってたことではあるけどね。ここは？おん？監視様のコレクションルーム。様々な魔法の品が収集されているんですが、残念ながら主だったものには盗難を防ぐためのある種の呪いがかけられている。それほど強固でない呪いは、結晶を触媒にすることで呪いを解けるものがある。はーん、だから怪獣だったのか。
その品はもちろん使用することも監視さは、まあ、もう許しになられるでしょうからお貸しいたします。ただしとても多くの結晶が必要になりますが、東井川では特殊交換に耐性のある宝石類を扱っている。そちらはだいぶお求めやすくなっていますのでご利用ください。武器桜葉、攻撃力68、4500個、ダメだこれ、とてもじゃないけどダメだな。収集品には呪いがかけられています。勝手に持ち出すと死にますのでご注意ください。恐ろしいんだが、調べられもしないか。こっちは大変リーズナブルになってますみたいなこと言ったけど、どうなん？解除する。リーズナブルでこれか、800とかか。なるほどね。状態状態整形か。必要になるだろうな、今後な。体制パズルするにもな。なるほど。右側は？シェーラ様。こんちゃーす。はじめまして、私はシェーラ。現存するうちでは最も高位の魔導士かしら。でも招待状の力で転送されてきたから、私たちほとんどの力は元の場所に置いてきてる。ちなみに私の姿がぼやけてるのは別にそのせいではないわ。深い事情があるわけ。まあ、おいおい知るかもしれないわね。魔法の力が必要な時は私に任せて。世界存在って死なないのよね。それとも死ねないのかしら。いずれにせよ揃って因果な人たちよね。世界存在？世界存在？魔王。悪行の限りを尽くした魔王はかつて他の世界存在たちのように世界を司る立場であった。だが彼の慢心から彼は追放され、配下の魔物たちと共に地上を蹂躙したのである。難しい魔法関係の本ばかりだ。ここは？お？私はこの先の部屋に入ることを禁じられている。私が昔の自分を取り戻してしまうからだと監視様はおっしゃっていました。でも時々監視様は部屋に閉じ込められることがありました。今は中に人の気配がないようなので監視様はここにいらっしゃるわけではないようなのですが。なんじゃい。求められし者のみがこの鏡を超えられる。自らを知り覚悟を決めよう。おん？先に進む。不思議な鏡がある。自分の姿が映っている。こんだけなのか。まあ、なんかあれかな？イベントか何かをこなしてくれば進めるようになるよう的な感じかな？ここは？ショコ。おん？テレポート使用上の注意。どこからでも登録してある場所に移動できる便利なテレポートだが欠点もある。登録できるポート数には上限があるため、もしも上限いっぱいまで登録してある状態で次の端末にたどり着くと探索地を登録できない状態になってしまう。なるほどね。ポートは一つ開けておけ。館でくつろぐ仲間たち。館に帰ってくると同行した仲間たちは思い思いの場所に一時的に戻ります。まるで冒険に行っていないようにも見えますが、そんなことありませんよ。真の男。どんな敵にもひるまず正々堂々と戦い挑む。それが真の男というものだ。真の男と呼ばれるためには少なくとも1000回の戦闘が必要である。あなたにはこの本を読む資格がない。正々堂々。逃げるなって言ってんのか、これもしかして。なぜ彼女はたくさんいるのか。館の雑務をこなし冒険のサポートもしてくれるあの女の子はなぜあんなにたくさんいるのか。たくさんいたか。まあ、いろんな場所にいるからか。おそらくこれは誰もが一度は抱く疑問であろう。そして彼女に、そこで彼女に直接聞いてみることにした。いえ、別に私がたくさんいるわけじゃありませんよ。私はいろいろなお仕事を任されていて忙しくあちこち動き回ってるので、もしかしたらたくさんいるように見えてしまうのかもしれませんね。とのこと。変な勘ぐれやめましょう。図書院別館、初心者一見。右は？なんかある。成長読本、あなたの歩み。あ？なんだ？なんだ？あなたの冒険の歩み、時間。14分58秒が経ちました。録画時間はもう30分だけどね。なんか見れるらしい。イストワール、読む。序章から読む。序章は欠損している。次の章。1、すべて、あ、これオープニングのやつだな。なるほど。2章は欠損してる。3章は欠損してる。4章、5章、6章。7章。7章まであんのか。これは？調べられんのかい。このイストワールの本をなんかあれなのかな、見つけろってことなのかな。ここら辺はあれだな、なんか魔法物語、物語。魔桃にもなんか通ずるところがあるな、ここら辺は。2。
我らが正義のため、明日がため、この世に連な生きるすべての存在がため、ここに二本の剣と一つの杖を重ねよう。三名がその館に揃えて思いを誓う。ここに三英雄揃いたり。三英雄の向かうところ叶うものなし。ルイルイと気づかれるは魔物の袋。永遠と立ち上がるは希望の老縁。名だたる悪魔将どももその光に膝を折り、ついには魔王は深淵の迷宮へと追い詰められる。深淵の迷宮ね。矮小なる人間ごときが世界存在に刃を向けることの意味その身で知るがいい。魔王の力、剣を極めたる者の剣を凌駕し、柵を極めたる者の柵を凌駕し、魔道を極めたる者の魔道を凌駕して勇者たちを襲う。三英雄、その強大さになすすべなく弾き飛ばされ、あわやこれまでか。しかし諦めることなく立ち上がる。彼らこそ最後の希望。そこに思いのある限り希望は途絶えることなし。剣は折れ、杖は砕けようと彼らには魔王に打ちかかる。この世界を取り戻すため彼らには打ちかかる。剣聖グレン、折れし愛剣を構え魔王の前に立つ。その瞳の決意揺るぐことなく3人は一時に動いた。初心者必見のコーナーもあるけど。はぁ、これだけは知っておきたい基礎知識。武器や魔法にはそれぞれ属性。これは知ってるかな。 RPG スクール的な仕様の話だな、これ多分。地上射線射撃対鱗、補助属性は耐性があると全く無効がある。これ辺はあれかな、ちょっと全部読んでると1パート使えそうなんで読んどきます。読んどきますということで、やばい、今回37分もプレイしてる。今回ちょっとここら辺にしておこうか。これで一通り探索できたのかな。ここはさっき言ったよね、多分。ここトイレでしょ。あ、行ったね。一通り探索できたと思われるんで、一旦ここまでにしときましょうか。パート1異様に長くなっちゃったな。はい、次回はどうすんだろうな。とりあえずどっかレサの方に行くのか、船乗りの墓場に行くのか、ちょっとわからんが、というところで今回はこの辺にしておきましょうか。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。